ゲストビールの一度継ぎを継いでいきますね。一度継ぎは勢いよく一度で継ぎ切るので一度継ぎ。今日のゲストビールは札幌ビールのソラチ1984ダブルという原材料ソラチ S を2倍使っているソラチ1984の限定の商品ですね。一度継ぎにすることで泡の方に香りがしっかりと感じられるようになるのでソラチの魅力を存分に楽しめます。どうぞ。